六代目京阪特急専用車両、8000系。現在の特急の主力車両。京阪特急は、京阪電気鉄道の京阪本線、大東線で運行されている特急列車の通称である。京阪特急という名称は、本来、列車種別の一つである特急に加えて、派生種別である快速特急、軽特急、 および、これらの種別で、主に運用される、特急専用車両を指す。本校では、京阪特急の歴史に加え、事実上その前身となったかつての、急行及び、最急行や、全車指定席列車の、ライナー。さらには、特急を保管する種別である、快速急行通勤階級についても記述する。過去のダイヤ上での特急事項 1900KE。 ケネット・ピタパ・トレーンによる、軽特急、織姫、2004年9月6日、平方市駅臨時軽特急、織姫の特急事項以下は、軽特急当時の、織姫の特急事項である。ノンストップ軽班特急、楽ラ々クラク使用車両が3000系に変更された、快速特急、楽ラ々クラク現在の停車駅快速特急、楽ラ々クラク2017年により3000系も運用に、加わることとなった。 8000系による特急3000系快速急行用車両として製造されたが特急でも運用されている。過去の停車駅かつて設定されていた、軽特急京阪本線、大東線、中野島線快速急行で運用される3000系2008年10月19日大夜開定時に設定。いずれの列車も片野線内は各駅に停車していた。 以下の車両は、特急運用につき、特急運用を前提として、設計、製造された、専用の特急用車両である。特急専用車はいずれもクロスシート車となっている。また、特急及び、快速特急運用時には、京阪特急シンボルマーク、鳩マークを、必ず掲出する。2、扉車が充当される運用には2扉を示すマークが、時刻表に、 表記されており、3000系などの3、扉車とは区別されている。括弧内の太字は、特急車としての期間、祭字は、一般車としての期間を表す。特色特急専用車の登場以降、特急本数は増加しており、特急専用車だけでは、特急運用を賄えない、混雑の激しい朝夕のラッシュ対策といった理由から、特急車両以外の車両でも運用される。 以下の車両は、特急を含む、優等列車運用を考慮した、車内設備などを持っている、あるいはロングシート設備のみだが、ダイヤ乗船属的に、特急運用に入る3、扉車両である。セミクロスシート時代の9000系とプレミアムカー、導入前の3000系は8000系特急車を、保管する役割を担う。なお、現行の一般車を使用した特急は9000系の、 他に、6000系と13000系も朝湯を中心に、特急に使用されている。また、1000型と3000系は、特急運用時には、ハトマークを掲出する。括弧内の太地は、特急用車両に準じた、優等列車設備を持っている期間、祭地は、通勤型設備を持っている期間を表す。運用末期の1300系特急運用につく。 6000系急行運用につく旧塗装、セミクロスシート時代の9000系ハトマーク形質を開始し、プレミアムカーが組み込まれた3000系以下の車両は、軽班が臨時特急使用車両として指定していた形式である。ただし、車両運用の都合によりこれ以外の車両形式が充当される場合もあった。括弧内は臨時特急に優先的に使用された期間を表す。 また、6000系、7000系を除いて、特急運用時には、ハトマークを掲出していた。なお、1700系、1800系、1900系は、この時点で、すでに特急専用車の座を後継系列に譲り、一般車化されている。現在は、一般車8両編成の運用が基本であるほか、 2017年3月から1万3 0 0 0系2 0番台7両編成が優先運用される。特急で運用される車両の中には編成内の一部に特殊な車両が連結されている形式が存在する。テレビカー過去に8750型に設置されていた液晶テレビ1954年8月に1 8 0 0系に白黒テレビを設置して以来1 8 1 0へ。 1 9 0 0系3 0 0 0系8 0 0 0系に導入され、2013年3月31日の3 0 0 0系の営業運転終了まで運行されていた車両である。1 8 0 0系1 8 1 0系1 9 0 0系は白黒テレビ、3 0 0 0系8 0 0 0系はカラーテレビが設置され、車両側面の外反目土に大きく朱色の書き文字でテレビカーと表示されていた。 なお、テレビカーの名称は、京阪ホールディングスの登録商標であるため、無許可では使用できない。クズは、モール南館の3000広場にデジタル動体保存されている3505号車や、富山地方鉄道、ダブルデッカーエクスプレスにて、テレビカーが復元されている。富山地鉄で復元された、テレビカー、ダブルデッカーエキスプレスクズは、モール。 三千広場に展示されている三千五百五号車、ダブルデッカー、富山地方鉄道に上途後の三千系のダブルデッカー、車両八千系ダブルデッカー車両の外観1995年の三千系の車体更新時に三千六百型中間、付随車を自社の寝屋川車両工場で平屋車両から二階建て車両に改造。1995年12月25日に、 営業運転を開始した車両である。平屋車両を2階建て車両に改造するのは珍しいケースであり、日本で唯一である。その後、自社製ダブルデッカー車の評判は良く、8000系編成にもと要望があったため、1997年にはダブルデッカーを新たに製造し8000系にも連結した。旧塗装でのダブルデッカーには、 時代最絵巻のイラストが描かれていたが、8000系の新塗装への塗り替えと3000系引退によって消滅した。なお、富山地方鉄道に譲渡された3000系のダブルデッカーには、時代最絵巻が残され、車内も、ほぼ原型のまま現在も、ダブルデッカーエキスプレスとして運行されている。富山地鉄、ダブルデッカーエキスプレス3000系完全引退後に、譲渡された。 ダブルデッカー車両プレミアムカープレミアムカーの外観プレミアムカーの外観2015年9月30日2017年上半期をめどに有料の座席指定車両を軽半特急プレミアムカーを8000系特急に導入すると発表した。投資額は約16億円。追加料金を払っても座りたいという要望が以前から 京阪のお客様センターに寄せられていたほか、鉄道業務に直接従事しない社員が自由に意見を出すミーティングで、当時の総務課長が座席指定席やリクライニングシートの導入を提案したことから、具体化へ動き出した。検討、準備のためのチームは、名古屋鉄道など各地の有料特急を乗って回り使用や乗車率を調べ、内装の開発担当者は、 JR 東日本、成田エクスプレスや、新幹線などを研究した。座席で頭の高さが両側にせり出しており、隣の乗客が気になりにくいよう配慮してある。一方で、背もたれは柔らかすぎないようにして、最長でも1時間足らずの乗車中にリラックスしすぎないことを念頭に置いている。また、車内便所の設置についても検討されたことがあったが、 乗車時間が最長でも1時間程度であること。さらには、地上側に、便所の汚物を処理する専用の設備がなく、車両基地に、地上施設を新設するにしても、費用対効果の面や、用地の面での問題が生じたこと、などから見送られた。2016年9月1日、名称が、プレミアムカーに正式決定し、車両の改造工事、組み込み作業を経た上で、 2017年8月20日のダイヤ改定より営業を開始した。プレミアムカー改造工事開始に伴い、2016年9月24日から8000系合編成が7両に短縮され、2017年2月25日から同年8月18日までは8000系全編成が7両となった。一連の改造工事、組み込み作業は、 営業開始日である同年8月20日までに完了した8000系の6号車の大阪方の扉を埋めて、京阪特急伝統の赤色を基調に、特別車両としての存在感をより際立たせる、金色を扉周りに配置した外観、漆黒色と、きなり色を基調とし、アクセントカラーに金色を配置した内装に改め、鳩に三つ星を加えたエンブレムを、車内外に散りばめた。 有料座席指定特別車両、プレミアムカーとした。利用制度を参照。エントランスと客室を隔てるスモークガラスのパーティションが設けられ、一層落ち着いた空間となった車内には、枯れ山水をイメージしたカーペットが敷かれ、大型ヘッドレスとヘッドカバーを備えた、プレミアムカー、オリジナル仕様の回転式、リクライニングシートが2プラス1列で配置される。 座面幅は 460mm。座席幅は 600mm。背もたれの高さは 770mm。座席間隔は 1020mm。リクライニング角度は最大20度で、座席定員は40名である。全席電源コンセントを完備し、一部の席を除き、大型テーブルが使用可能となっている。観光案内などのきめ細かなサービスを行う。 専属のアテンダントが乗務しており、無料で、携帯電話用充電器やブランケットの貸し出しを受ける、ことができる。天井付近にはビリューシーン発生器ナノ EX を、足元にはフットライトを備えるほか、無料 Wi-Fi サービス、京阪フリー Wi-Fi が、利用可能であり、エントランス付近には、大きな荷物に対応する、ラゲッジスペースが設けられている。 2018年7月9日、プレミアムカーを3000系にも拡大予定であると一部マスコミが報道し、同年11月8日に8000系に準じた設備を持つ3000系へのプレミアムカー導入が公式発表され、2021年1月31日のダイヤ変更に合わせて導入を開始した。8000系のプレミアムカーとは異なり完全新造で乗降扉は 連結先の車両に合わせ両開き、車体塗装は青系のコンフォートサルーニ色に合わせたコ色、側窓形状が統一、座席間隔は 20mm 拡大され 1040mm にインアームテーブルが設置されていた座席にも大型テーブルが設置される。原則としてライナー以外の種別は乗車券のみで乗車することができる。ただし、快速特急。 楽ラク,ラク特急、ライナー、快速急行には指定席車両のプレミアムカーが連結されており、プレミアムカーを利用する際は乗車券の他に有料のプレミアムカー券が必要となる。ダイヤ乱れなどでプレミアムカーを連結しない編成でのダイソーとなった場合、プレミアムカー券は発売中止となる。やむを得ずプレミアムカーを連結しない列車が、 プレミアムカー連結編成での運行となった場合や、プレミアムサービスが中止となった場合、プレミアムカーは、締め切り扱いとなる。車内は、種別を問わず座席指定である。性質上、優先座席は設定されていない。また、エントランスと客室が完全に分離された構造では、ないため、この車両に限り携帯電話の使用ルールは、マナーモードに設定、通話は、 自粛に統一されている。ライナーは全車両指定席であり、一般車両への乗車には乗車券の他に有料のライナー券が必要となる。ただし、ライナーのプレミアムカーに乗る際はプレミアムカー券のみが必要でライナー券は不要となる。なお、一般車両についてはロングシート部分もライナー券を発売している。プレミアムカー券。 ライナー券の購入には、会員制インターネット予約専用サイト、プレミアムカークラブ、または、プレミアムカー券、ライナー券売り場にいて、乗車14日前の午前10時から、列車出発時刻の3分前まで購入可能である。特急停車駅のホーム乗車位置付近やコンコースには、プレミアムカー券、ライナー券キャッシュレス券売機も設置されており、直近の5列車まで購入できる。 キャッシュレスのため、窓口とは異なり、クレジットカード、交通系、IC カード、電子マネーのいずれかのみで、現金は対応していない。プレミアムカーの乗車口付近には、空席状況の案内モニターが設置されており、空席がある場合には、車内でもアテンダントに申告することで、プレミアムカー券を購入できる。いずれの購入方法でも料金は変わらず、 空席選択は自由に行える。サービス開始当初、駅の切符売り場やホーム上に、プレミアムカー券、ライナー券の自動券売機は設置されていなかったが、2021年1月31日より、特急停車駅に、キャッシュレス券売機を設置し、運用を開始した。プレミアムカー券、ライナー券キャッシュレス券売機プレミアムカーの料金は、以下の通り、 種別に関わらず料金は同一である。サービス開始から2018年9月15日ダイヤ改定までは、平日早朝及び、と休日の朝、夜に8000系で運転する休行が設定されており、プレミアムカーの営業も行っていた。料金は、森口市駅伏見成駅が500円、それよりも短い区間と平方公園駅、八幡市駅、淀駅発着が400円であった。 ただし、駅の空席案内モニターには表示されていなかった。また、特急通過駅では急行停車駅であっても、プレミアムカー券の発売は行われなかった。ライナーの料金は、以下の通り。上りは、淀屋橋駅京橋駅間は乗車専用で高、降車不可、七条駅で町柳駅間は、ライナー券なしで乗車可能。下りは、 出町穴木駅七条駅間は乗車専用で、校舎不可、京橋駅淀屋橋駅間は、ライナー券なしで乗車可能。原型の3000系一時車。真ん中の貫通扉についている、シンボルマークが、ハトマーク3000系更新車。ハトマークは、アクリル板となり、取り外しが可能となった本校では、相性付きの快速特急、臨時特急、 特急専用車仕様の臨時列車及び掲出されるヘッドマークについて以下、相性版と表記の上記述する。快速特急快速特急が中所島駅、丹波橋駅にも停車していた時期には以下の相性付き臨時快速特急が8000系にて運転された。臨時特急中野島駅臨時特急、もみじエクスプレス相性は以下の通りであった。2002年春には 臨時特急に代わり、8000系を使用した臨時、京都ロマンス快速が、上りのみ運転された。当時、朝ラッシュ地下り以外の特急は通過していた、平方市駅にも停車した。種別幕は、臨時で、正面左右には、デザインの異なる、相性版を2枚掲出、さらにハトマークを掲出した。同年秋には相性を、もみじエクスプレスとし、下りも運転された。 この時以降、愛称版は一枚形出となった。2003年春には、桜エクスプレス、若葉エクスプレスとして上りのみ運転され、これらの愛称は、上記の臨時特急に受け継がれた。京阪間、ノンストップ時代には、三条駅で連絡する、京新線準急を介して、浜大津駅で、高和歌鉄道や琵琶湖旗線への乗り継ぎに便利な、上り列車に、 以下のような副標識を掲出して運行していた。また、夏の水泳シーズンに三条駅から、琵琶湖畔の大見舞子駅に向かう専用バスに、接続する便には、舞子、比叡山ドライブウェイ農業バスに連絡する便には、比叡の副標識が掲出された。舞子は1973年8月を最後に、掲出を終了。平は、高和化鉄道の廃止後も、 その代替交通となった高弱交通バスへの連絡便に掲出されたが、1974年7月の国鉄湖再線開通に伴い掲出を終了。琵琶湖帰船連絡の副標識も1997年に京都市営地下鉄東西線の開通に伴い、京新線と京阪本線との接続が断ち切られたことで掲出は行われなくなった。 2003年から1年間、京阪本線の淀屋橋駅延長40周年を記念して 1900K1 編成の特別塗装が実施された際には、2004年にファイナルイベントとして、これらの副標識を掲出し、7年ぶりの復活運行となった。また、2008年12月20日に 1900K がラストランを行った際にも、 特急色に復元された1929編成が、ビワコ連絡の副標識をつけて、リバイバルビワコ号、一般色の1919 19編成が、平の副標識をつけた、リバイバル、平号として運行された。3000系による復活、ビワコ連絡特急2012年には、3000系の引退に伴う関連イベントとして、ビワコ、連絡、ミシガンが、 職人の手書きによって復元され、掲出された。2014年の4月19日から6月29日までの土休日には、淀屋橋9時発の定期特急列車を、比叡山キララ連絡特急として、ヘッドマークを掲出して運転、出町柳駅で、英山電車、新緑、比叡山キララ号に連絡した。 1969年まで沿線の特急停車駅付近での祭事にちなんだルーブル号などの副標識が特急に掲出されていた。2008年3000系にて掲出が再開され、これまでに水戸大阪2009ルーブル美術館店や長谷川東博店の副標識が掲出された。祇園市場駅すぐのビルに掲出されていた広告看板。 落学に関するカテゴリー、ライナーに関するカテゴリー、ありがとうございます。